暴動は、ノルウェーヌールラン県の都市で、同県の県と。北極線のちょうど北側に位置し、ヌールラン県最大の都市で、北部ノルウェーで2番目に大きい都市である。ランネ号でジマ暴動が誕生以来、昔の農地、バドーガードにちなんで名付けられた。ボシーとは、沈んだ岩、岩礁という意味であり、ビンとは、草原、牧草地という意味である。 はデンマーク語の書き方であるが島を表す語彙が誤って理解されて付けられたものである。1959年から使用されている。白夜の太陽を表している。暴動、港暴動は1816年に町となり、現在はノールラン県の県都である。暴動史の大半が第二次世界大戦中の1940年5月27日の ドイツ空軍の攻撃で瓦礫の山と化した。15人が死亡したが、6000人の市民は生き残った。3500人が攻撃で住む家を失ったために、起きた甚だしい住宅不足のために、スウェーデン政府は1941年冬に107部屋のアパート建設を援助した。これらの家々は、市郊外に固まって建てられた。この小さな区域が、 現在の暴動市中心地であり、今もスフェミスクバイアンと呼ばれる。第二次世界大戦後、町は再建された。再建は1959年の新市庁舎完成を持って終了した。その翌年、冷戦真っ只中の1960年5月に起きた U-2 撃墜事件で国際的な注目を浴びた。 アメリカ空軍 U-2 パイロットのフランシス・ゲリー・パワーズはパキスタンから暴動へ向かう途中ソビエト連邦上空で撃墜された。ハイキング地区暴動市は北極線のやや北の北極圏に位置し6月2日から7月10日まで白夜となる。フィヨルドの切り立った海岸線と島々に囲まれており暴動市街地の南東30キロの海峡部には ソルトストロマンと呼ばれる世界一強い潮流が起こる場所がある。ノルウェー海に突き出した半島の上にあるために、暴動は、ノルウェー有数の強風の副都市である。沖合の暖流の影響で高緯度の割に、陶器の気候は温暖で、海風もあって陶器に雪に覆われることは稀である。1月の平均気温は低。摂氏2.2度で、7月の1日の平均気温が、 摂氏12.5度である。歴代最低気温を記録した月は、1966年2月の低、摂氏8.9度であり、逆に、歴代最高気温を記録したのは1937年7月の、摂氏17.1度である。暴動の手つかずの大自然は、多くのハイカーたちを引きつけている。暴動の北10キロに、人気のある、レクリエーション地区ゲボゲンがある。 この一帯には多くのオジロワシが生息している。市内には17の自然保護区がある。スンストラウンリアン自然保護区は岩礁上にできた鉄数のコンゴーリンを保有している。海岸の松林のあるスコンラントブリスベ自然保護区は多種の野鳥を抱えるラムサール条約登録地である。ボード航空博物館1961年に開業したボードの駅は ノルウェー国鉄最北端の駅である。ルールラン線の終点で、ここからさらに北へ向かう、バス路線が発着する。ちなみに、同じノルウェー国内でさらに北に位置する都市、ナルビクにも鉄道が通っているが、ナルビク行きの路線は、ノルウェー国鉄ではなく、国境を越え、スウェーデンのキルナ方面へ向かう。1952年に開港した暴動空港は、 市中心部から2キロの郊外にある。2004年度には年間約130万人が利用した。フェリーがボードオーロフォーテン諸島間を往復している。ボード空軍基地はノルウェー軍、特にノルウェー空軍中流の長い歴史を持つ。北大西洋条約機構の主要航空基地であり、冬季には戦闘機が定期的に演習する。ボード大学。 フォト、ラーシュロエドハンセンハット、ボードアベレージコンディションズ、ベースピリオド10ラストイヤーズ、サンハウアーズプロバイデッドバイメット、ノー。ストームウェザーセンター、2009年11月26日、閲覧。ありがとうございます。